ええー、それでは、えー、講義始めたいと思います、えー。中上級講座の労働基準法の第一回目になります。えー、担当は、えー、レクセニ講師社労士の大野です。よろしくお願いいたします。ええー、それではあのー、今日からね本格的にまあ本編の講義の方に入っていきますので、まあ気持ちは新たにね、えー、まあしっかり講義していきたいと思ってます。 まああの労働基準法の1回目からですので、まあ、あの十分よく勉強されてる箇所だったりもするんでね最初の方とかは聞いてても確認作業ばっかりかなとはね思います。まあ、その時期的にあの、ね、こう合格発表がねまだまあもう一月にしてね、えー 発表があるっていう感じでですので、まあ、1か月程度ぐらいまだね、えー、時間があってまあちょっとこう気分的にね、えー、こう気合いが入りにくいとかいろいろあるかもしれませんけどねまあ,あのそれはそれとして、えー、まあとにかくやらないと忘れちゃうからね、えー、まあしっかりいろいろと思い出してほしいなと思ってます。であのー まあ今日1回目なんであの、まあ、僕の講義の考え方なんですけど、まあ、とにかくあの基本的なところ重要なところをしっかりあの講義していくで、えー、まあ皆さんがこう合格目指して、えー、まあ学習計画立てていくにあたって、えー、まあ講義をそのペースメーカーにしていただきたいっていうかね、えー、何かこうペースになるものがないと。 勉強もしづらいいと思いますので、まあ、毎週毎週のこのね講座で学習するペースをつかんでもらって、まあ、重要なところをしっかり分かるように説明していくんであとはまあメソノで復習しっかりねかけていただいて、まあ、スケジュールなりにやっていただけたらもう十分それで力がついていくと思うんでね。であととはあのこう講座の特性として インプット講義ある程度こう労働基準法なんかもこう縮めてましてインプット部分で労基法の回数というのは大体4回でねでただあの4回インプットした後に問題使って整理する形になりますので、まあ、確認テストと予想答練ということで、まあ、アウトプットをね組み込んでますので、まあ、それも含めると情報としては結構あの 揃うと思いますので。まあ、あのアウトプット部分も含めて完成させていくと、そんな感じでね。考えております。ですから、あの回数がある程度ま限られてるんで、あのこう,こう箇所によってはもうね。えー、と飛ばしていくような箇所も出てきますけどね。まあ、大事なところはでもあの拾っていきますので、えー、まあ、しっかりついてきてほしいなと思ってます。えー、早速あの始めますけども。 テキストの3ページ開けて頂い,いて、えー、法1条まああの何がなくとも選択式向きですよね最初の方って1条とか2条とかこう最初の辺ってねで法律の顔その法律の顔なんでまあ確認なんですけども「老基法ってどんな法律やねん」と聞かれたときに。 まあ即答していただきたい部分というのがありまして第2項の部分が特に本質でこうなんですけども、まあ、第2項のちょっと画面上映してるんですけどもこの法律で定める労働条件の基準は最低のものである。 だから労働条件の,その最低の基準を定めた法律なんですよ、労基法というのはね、だから最低の基準なんで、まあ、これは守らないと、会社は取り締まられますからね、監督署を厳しく追及してきますんでね、えー、労基法違反の案件はね。あの最低の基準 設けててあのそれより下はないってことだから、まあ、結果あの労働者を守る法律なんですよ方向性的にはね。で非常に強い法律で、えー、違法なことしていると許してくれないという性質です。性質です。まあ同じまあ同じ労働の法律でもその労働契約法とかとはもう全然こう意味合いが違ってて契約法なんかは、ね、こう重要判例分かりやすい形で書いてくれてて。 えまあ紛争が起きた時に、まあ、方向性がそれでわかるという法律でしかなくてね、えー、契約法を破ってたところで監督署が、ねまあ、契約法を破るという言い方もちょっとあれなんですけど、まあ、契約法に書いてることを全然守れてないみたいな、ね、こう反してるとかなってもそれそのものでむちゃむちゃ厳しく追及するっていうことは考えにくいですよ。労基法は本当最低の基準でこれ 破ったらもう絶対まずいっていうところで相当強制力のある法律だとそういうことですね。まあ今のまあ点であの第二項のところを特に意識されるといいかなと。であとはあの試験の問題意識したときに結構あの引っかかりやすいのが第二項でいうと労働関係の当事者っていう言葉で両当事者ですよ当事者だから。 あの使用者っていう言葉をここに入れたらあかんのですよだから労働者も使用者も両方含む概念にはなりますのでえ当事者はこの基準を理由として低下させてはならないまあその使用者でその文脈的には何か読めてしまうんでえ当事者っていう言葉はちょっと注意した方がねいいですあの選択式の対応を考えた時にね。 これ覚えてはりますかね。この基準を理由として低下させてはならない。具体的にどういうことかっていうのがイメージがあればもうバッチリなんですけれども、結局その労基法に書いてあるからっていうねそれだけの理由で低下させるっていうのは非常にまずいんですよ。例えば週三十五時間のね会社で会社の所定がね。 キ敷法を見たら40って書いてるとじゃあ,あのうちの会社も40にしようかみたいなのりはまずいということです。ただそこはあのそこは理由次第なんであのむちゃむちゃ忙しくて仕事が回らなくてみんなもうちょっと頑張ろうということで,でそれで35時間が38になったり40になったりは理由がちゃんと、ね、備わってると全然構わない。 今言ったところなんかはもうそのまま解釈で出ててテキストの4ページの上から2つ目の丸印の解釈が僕は今説明した要素になりますので社会経済情勢の変動等ほかに決定的な理由があれば抵触するものではないって書いてますからねまあ従ってから後の要素ですよね今言った流れの中で押さえてもらえたらねいいかなと思ってます。もう一点あの 選択式をやっぱりすごく意識するんで、えー、目的。この、ね、原則、書かれた第一条ですけども、労働,労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要満たすべきものでなければな,ならない。これ、ね、一、えー、条の一項って、憲法から来てますよね、その下にあの憲法二十・五条一項っていうのを書いてくれてて、えー、本文でも。 日本国憲法25条1項健康で文化的な最低限度の生活の保障と趣旨を同じくするということで、まあ、いわゆる生存権ってやつでねこっからきてる。ですからその場合によってはあの憲法の25条1項のこういうところを聞いてきても選択式でね聞いてきても回答はやっぱりちゃんとしないといけないですからテキストを見たら書いてるわけでね。一応その 100も承知だとは思うんですけどあんまりこういうところはこう各省各省で出身のところに憲法を入ってたりする部分があるんで選択の対応の時にちょっと丁寧にあの見るようにねしてほしいそういうところです。それでは一応もうそれぐらいにしておいてテキストの4ページめくっていただきまして法2条というところですけど。 これは、ね、あの過去問やっても、まあ、そこそこあの出てきたりする箇所でこう簡単っちゃ簡単なんですけど意外にこうあれって、ね、かん簡単すぎてわからないみたいになるときがあって、ね、でちょっと注意点を言うと第一項で、えー、労働者と使用者がって書いてるんですよで対等の立場において労働条件は決定すべきものであると。労働者と使用者 この当事者が出てくるわけ、ね、で対等の立場っていうのはどなたとどなたって話なんでこう両方出てくるでこの第1項を受けて第2項で労働者者び使用者はということで両方出てくるわけですでお互いに守るべきは守っていきましょうと労働契約就業規則労働契約ね守っていきましょうということであの卓越の問題とかで特に第2項を労働者外して 出してくることは可能性としてはあるんで一行受けてねこう両方出てこないと文体的にはやっぱりおかしいわけですのでちょっとまあこの辺の言い回しはね簡単すぎてもうおそらくもうこんなこといいやって思ってもう通り過ぎちゃうところなんで意外にこう答えにくかったりする箇所なんでまあ今僕は言った点がきれいに頭入ってたらいいですけどねなんかあんまりこう。 二条の印象自体がないっていう人は一応気にはした,した方がいいです,いいですよねえそういうとこもねえどんどん進んでいきましてテキストの6ページ開けてもらって「三条均等待遇」で均等待遇といえば差別してくれるなっていうことなんですけど三条の3項目って覚えてますかって話です三条って3つキーワードがあって国籍信条 社会的身分ねこれはキーワードですで特にあの信条社会的身分が分かりにくいと思うんですよ国籍は日本語で分かると思うんですけどねで心情っていうのは、えー、宗教とか政党の問題ですね〇〇党とか〇〇教とかか教ですねでそれであの給料なんかねこう低くされちゃうとかおかしいもんね で社会的身分というのは、まあ、ちょっとあの漠然としていると思うんですけどあの僕はちょっと質問的に言うんでそれに答えられれば社会的身分分,分かっているっていうことになるんだけどもあの当たる社会的身分に当てはまるか当てはまらないかっていうことで聞いていただきたいんだけどもあの例えば破産者とか労働組合の組合員だとか。 これが社会的身分に当たるのかどうかってことなんですけどあの結論を言うとその当たらないんですよ破産とか組合員っていうのはでどういうことかというと本文の均等待遇っていうところを今一度見ていただいてその社会的身分とは「生来の身分」って書いてるじゃないですか生来,の生来の身分その方の持って生まれた身分です。 ですから例えばその被差別部落の問題だとかだと思うんですよ一例挙げればねどこそこ出身だからみたいなところの,、えーまあ、あの差,別差別をしちゃいけないっていう言い方をしててねで破産とか労働組合の組合員っていうのは持って生まれた身分ではなくて生まれた後の話だから関係ないんですよあとから変わっちゃった話なんで。 もその方の持って生まれた生来の身分っていうのが社会的身分やからね、まあ、今のまあこう形流れですね、えー、作っといてもらえるとまあいろんなことを聞いてきてもまあ答えられるんじゃないかなというふうにはね思います。であと、えー、大事なポイントとありましてその条文の中でねその賃金労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いしてはならないって書いてるわけだけども。 あの雇い入れとか採用面はどうでしょうか。まあ,あのいろんなねこううちの会社はこんな人材採用したいとか会社もいろんなことを思ってるわけでねでその政治的な考え方だとか宗教的な考え方だとかもろもろねいろいろあると思うんですよ。で面接してて えね、こうああその考え方うちに合わないなとか思っちゃってねで,でもその3条を見たら国籍信条社会的身分で差別しちゃいかんって言ってるわけだからこれってじゃあ雇い入れとか採用面で差別しちゃうケースってどうなのって話なんですけどあの結論から言うと、えー、3条違反は問えないというのが結論です。労基法全体の意識でいいと思うんだけど あの会社入っ,法って基本だからそのどういう方を採用するのか雇い入れるのかっていうのは会社の裁量度合いがやっぱりすごく大きくてそれはねこうそんな基準でお宅の会社人採用してるのかとかいろいろあるかもしれないけどもことまあ老基法に関して言うとそこはまあ手出せないと思いますね。 うちの自由やんって言われてしまったらそれまででね本当のとこ。であの関係する判例が隣のページの三菱樹脂事件これなんですよ。これなんかはあの結局はあのあれですねこう学生運動してた方の話であの内容としては。で学生運動してたんだけどえまあそれをこう。 まあ黙ってたみたみいな話な話んですよねで面接の時とかにも全然言われないんですよ。もう全然そんんななこと興味もないしやってません本人さんからするとそのネガティブな情報に捉えられるんじゃないかっていう不安があってねちょっと言えないわけですよね。で後からまあそれが露見してで本採用拒否になっていく事案で,でその流れの中で裁判まで発展しちゃったということなんですよ。 でそのまあ判例の,その中で、えー、文明の中で老基法三条との関係性を特に書いてるんだけどやっぱり言ってるのは会社入ってからの話なんですよねあの三条はだからあの学生運動してるとかその人の,その政治的な考え方だと思うんだけどもその辺りでいやうちのちょっと会社とは合わないなって思われてしまっても。 こればかりはしょうがないなっていうのはまあ結論でね。で、えー、判例文の下から1、2、3、4、5行ぐらいですかね、中略の後ぐらいから見ていただけるといいんですけども、こちら。中略の後ぐらいからで全然いいと思うんですけど、労基法3条は、労働者の信情によって、賃金その他の労働条件について差別,差別することを禁じているが、これは雇い入れ後に、 置ける労働条件についての制限であって雇い入れそのものを制約する規定ではないっていうことでだから採用面までは手出せないっていうのがまあ結論でねまあそういうあの認識で見ていただけるといいかなと思います。それでもう一点あの3条見たら絶対言うことが一つありまして3項目国籍信条社会的身分キーワードなんですけど あの性別はどこに書いてるねんって話だ男女差別の話はどこにあるのって話ですけどもあの次の条文でしたよね4条ですね8ページから男女同一賃金の原則ここなんですよね。4条の方に実は出てきててでただあのお金のことだけですよね賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。 お金だけですよねじゃあその待遇面の男女差別はどうなってるのって話ですけど待遇面の男女差別に関しては均等法で対応しますよねだから労働基準法の男女差別に対しての守備範囲っていうのはむちゃくちゃ狭いんですよお金のことだけなんですよそれ以外の待遇面もろもろは 男女雇用機会均等法が今,今の均等法は結構強力ですからまあその辺の認識で読まれるといいかなとであとはあのワンポイントだけあと大事なところを申し上げたいんですけどあの9ページのテキストの9ページの一番上のポイントこれ有名な解釈なんですけどその就業規則におかしなことを書いてある。 要するに4条の男女同一賃金の原則を破るような就業規則上の規定があるとただその現実にはその男女差別の賃金の出し方とかはしていないと現,実現実にはねで就業規則は非常にまずいとでその状況で4条違反を問えるのかって話まあ今のはまあ 即答できればオッケーなんですけど、あの規定がおかしいだけで、現実の差別は起きていない。これだとね。4条違反は問えないです。問えない。あの、それは当たり前で、あの4条の条文自体。今一度見ていただくといいんだけども。4条の条文自体を見るとわかるんですけども。も、えー、使用者は労働者が女性であることを理由として。 賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない差別的取り扱いをしてはならないぐ具体的なアクションだと思うんですよあの書いてる内容としては単に規定がまずいだけで、えー、具体的なあの事実がないとすればもう4条のこの文体からすると追及できないと思うんですよね。差別的取り扱いいいをしちゃいけない わけで,で、まあ、規定はずっとまずいままでも実際の差別は一切起きてませんって言われたら、まあ、現実に差別が起きていない以上は追及できないんですよ4条に関してね、まあ、そういう理解でいいかと思いますそれでは続いてですねテキストの10ページ11ページ進みまして法5条強制労働の禁止ですけども これは、一番やってはいけないことです。で、労基法っていうのは、労働者を守る法律ですから。その、強制労働をさせるとか、あってはならないことです。ですので、破ると、罰則が一番重いです。だから五条の、最大のポイントは、罰則を覚えておかないといけないということです。あの、括弧の一、本部のね、括弧の一のところに。 1> 太字で1年以上10年以下の懲役または20万以上300万以下の罰金ってありますので、まあ、そこは1000ぐらい引いてねあの,こうのところを集中でやってほしいあとはあの五条の,その条文自体暴行脅迫監禁と書いてるのも非常に怖いわけですけれどもあの精神または身体の自由を不当に拘束する手段によってって書いてるから精神的に 追い詰めていくパターンも当然強制労働の形に入ってきますのでねそう思っといてください。であとは十一ページテキストの11ページの括弧の3これがどうなったら違反になるのかっていうところの解釈なんですよ。でちょっと具体的な話をしますけどもあのむちゃむちゃ社長がね、えー、怖いんですよ。 もうあのパワハラの塊みたいな社長でね、まあ、パワハラなんだかねそのもうそれ捕まるでみたいな、まあ、ひどいありさまなんですよ。もう場合によっては手,手が出てくるみたいなねもう暴力ですよ。でいかつい感じでねで残業を断れないみたいな空気なんですよね。で,もう定時で上がろうううととするとねこうもう もう本当体ももでかくてねもう見るからね怖いわけですよねあの筋骨隆々でねであの立ちふさがるんですよ帰るのかみたいな形でねでだこれもちさくなっていくわけですよ「帰ります」とかなんか言って、ねね、だから力ずくで俺をねこう 乗り越えることできたら帰っていいいみたいなな、ね、雰囲気なんでそよね <laughs> 力ずくりでとよく分かんないですけどね。で本当にそれでも帰ろうとすると本当にあの、ね、顔を殴ら,れて殴られてしまいそうで実際殴られた社員もいるみたいな状況なんですね。であまりにちょっと、ね、恐ろしくてもうみんなあの強制的に働かされてるみたいな状態なんですけどあ,のあまりにまああの。 こう大声でねこうもう絶対残業しろってなんかもう怒鳴られてあのねこうもし帰ったらお前むちゃむちゃにしてるぞみたいなぶわ言われてですまれてあんまりに怖いと震えるわけですよ人間ってね。で仕事どころじゃなくなっちゃってもうなんかもう体がねこうだんだん震えてきてねガタ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 ってきて。 仕事どころじゃないわけですよだから今の話ってこう仕事は全くできてませんで仕事全くできてないから政府でしょうかそれでもアウトでしょうかっていう話ですねあの論点的に言うと今,今の話はねあのアウトですよ。というのは労働を強制してはならないって書いてるわけでしょ労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 で意思に反して強制した段階でそれ違法ですからねそのいやあの結局のところ、えー、残業しろとは言ったけど、えーね、こいつは全くねこう使い物にもならずあの仕事一切して,してないから強制労働させてませんとかなんかね開き直られてもむちゃくちゃなわけですよ。そのいや意思に反して強制してますやんと。 その段階でアウトやみたいな話、ね、結局ねその解釈でそういう形のことを言ってるんだけどもあの条文よく見たらまあ簡単なんですよ意思に反して強制してはならないっていうわけだから意思に反して強制すれば実際の,その労働の形が伴ってなくても強制してるからアウトやって話ですよね日本語的に言ってそういう感じで読んでいただけるとねいいかなと思ってます。 まあちょっと怖い話が続くんですけども11ページの続きで中間搾取の排除これ簡単に言ったらピンハネの禁止ってやつでねピンハネ禁止で間なんか抜くような話なんですよピンきん禁止の話なんで。だからそのね現場に建設現場にねこう連れて行かれてでね降ろされて「今日一日頑張れ」とか言われて。 でね、夕方に、ね、怖いお兄さんが、ね、夕方にこう、ね、またやってきて「えー、お前ら給料や!」とか言って、ね、で渡すけど間抜いてるみたいな、まあ、話ね、まあ、もう全体的に違法な話なんですけど今の話はねあの、まあ、ピンハネなんて駄目に決まっててねでただこれよく見ると法律に基づいて許される場合のほかって書いてるじゃないですか。 では許される法律ってわかりますって一で老一で,で勉強した法律で、えー、有名なやつ1個は当ててほしいんですけどあの職案法あ代表的なものを言うと本文の括弧の2番にあの法律に基づいて許される場合の内容として職業安定法っていうのを真っ先に書いてあると。 職業安定法ってあの許可を受けて有料の職業紹介ができるわけですよ許可を受けてで職案法上認めてる内容だったりするんで許可を受けて有料の職業紹介やる話は法律が認めてるわけですのでピーハネにはならならい,っていうことこまあそれで利益をね当然上げられたりするわけですけどあの職案法が認めてるからねいいんです。それ一つ あの抑えで今ね僕あの法律に基づいて許される場合っていうのが食業安定法やっていうのを言ったわけですけど今の僕は言った質問に対して派遣法を想像されてたらちょっと注意した方がいいと派遣の考え方自体がピンハネの話にまずならないんですよ派遣の考え方そのものが。 でどういうことかというとテキストの12ページに図が入っておりますのでちょっと画面の方にも出しますこちら派遣のこれ図になってましてねよく出てくる図なんですけど派遣労働者ねこ労働者というのは派遣労働者で派遣元というのは派遣会社派遣会社さんで派遣先というのは派遣会社を利用されているお客さん派遣先はね 派遣会社さんとそのお客さんは労働者派遣契約を企業同士で結びますとで、えー、労働契約は派遣会社さんと派遣労働者との間に契約関係はあるとで働いてる先は派遣先だから指揮命令関係は派遣先にあるとこれはまあ労働者派遣の関係で結局ねそのピンハネ禁止の規定ってなんか間に関係ない方が 介入してきて吸い取るみたいなイメージはあるんですよ。ピンハネってね。で、派遣元、派遣先や派遣労働者、これ全体的にあの労働関係の当事者の状況がありまして、えー、こう間になんか入ってきてこうピンハネをするという関係にはならないんですね。介入してくるという関係ではなくて、皆さん、えー、きちんと当事者やんって話なんで。 フキハネの考え方、そのものに基本ならないっていうことです。派遣の考え方自体はね。で、そこでちょっと注意が必要で、あの労市の勉強でえ派遣法の勉強とかやると、その派遣業をやる場合はその許可制になっててとか勉強するわけですよ。で、派遣でご商売する場合に、ちゃんと許可を取ってやらなきゃいけないんだけども。あの例えばね。その許可を受けずに潜りでこう。 いいけけないことですけどね許可を受けずにこそこそ潜りで派遣商売をしていると派遣法違反ですけどでその場合に労働基準法の6条ピンハネ禁止の規定はどうなるでしょうかって話なんですけどあの派遣のやり方がまずくてもあの6条は問題ないですこれは。というのはここに書いてましてはっきり書いてまして。 従っているところから、ね、労働者派遣はその派遣が合法であると違法であると問わず中間搾取には当たらないって書い書てるわけです許可を受ける受けないというのは派遣法上大問題ですけど許可を受けずに違法に派遣されてても派遣のこの形自体が間に介入してきて利益を吸い取るという考え方には基本ならない 仮に許可を受けずにされてたとしても、えー、派遣法違違反ににははなななるけども違反にはならないいとうことですこの辺はまあ感覚的にすごく引っかかりそうなんでねあの許可を受けずにやってて、えーね、こうそんなんおかしいやんって何か言われてしまいそうなとこですけども派遣の形自体があの適,法適法な考え方ですから。 ピンハネにそれそのものがならないんですよそう思っておいてくださいねえそれでは、えー、そのあたりにとどめておいて、えー